皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回もエンチャントアームやっていきましょう。では行きましょう。ここっすね、ここ。戻ってきたね。デビルゴーレムは去ったか。ああ。して、賢者様。なんだ。先ほどおっしゃりかけた、思いついたこととは一体何でしょう。ああ、そのことか。おい、娘。私、ですか。そうだ。確か炎帝に取り込まれたが、助かったそうだな。はい。けれど本当なら、私もアツマの右腕に吸収されていたはずなのですよね。だが、お前は助かった。そうだよ。さっきの話と違うじゃん。黙れ、小僧。話の腰を折るな。はい。こんなだけな。いいかな。おそらく炎帝の時にこの娘が助かったのは、魔導器が二つあったからだ。魔導器が二つ。確かに、壊れた魔導器とカリン様ご自身の両方が炎帝の中にはあった。二つ魔導器があると、一体どうなるんです？推測でしかないが、二つの魔導器が反発し合うことで、拒絶反応が引き起こされ、魔導器とデビルゴーレムとのつながりが阻害されたのかもしれん。ああ、そういうことか。なるほど。カリン様は完全に炎帝と一体化していなかったため、炎帝と共に吸収されずに済んだ、ということですな。そういうことだ。なるほどね。おい。何？お前本当に話を理解しているのか？言われてるよ。もちろん。では、今までの話を踏まえ、クイーン・オブ・アイスからトーヤを救うにはどうしたらいいと思う？まず窓木をぶち込む。クイーン・オブ・アイスにもう一つ魔導器をぶち込めばいいのか。おお、意外と察しがいいな。意外と察しがいいか。お前の言う通りだ。そうやろ。クイーン・オブ・アイスにさらに魔導器をねじ込めば、トーヤと本来の魔導器の二つが奴の体内で同居することになる。そうすれば、奴の体内で魔導器同士が拒絶反応を引き起こし、デビルゴーレムに取り込まれた人間を分離できるだろう。まあ、長く分離させておくことはできぬだろうな。その間に型をつければいいんだな。ああ、そうだ。クイーン・オブ・アイスとトーヤが分離している間にどうすればいいかは、わかるな。もちろん、その間にクイーン・オブ・アイスをトーヤと分離している間に右腕で吸収しちまえばいいんだな。そうだ、トーヤと分離している間ならばお前の右腕を使うことに遠慮はいらん。クイーン・オブ・アイスを右腕で吸収してしまえばよい。そしたらトーヤを助けられるってわけだな。すげえぞ。これでトーヤが助けられる。アツマ、よかったな。本当に。どうしたユキ。あのさ、なんだユキ。盛り上がってるとこ悪いんだけど、もう一つの魔導器ってどこにあるのよ。デビルゴーレムと魔導器は常に一対。クイーン・オブ・アイス本来の魔導器がどこかにあるはずだ。どこかにあるはずか。で、それはどこに？言った、それ言ったか。賢者様？知らん。知らん。やろうな。なんだよ。なんだと？人がせっかく親身になっていろいろ説明してやった。たもの。うわ、また怒ってくるって。あかんってあかんって。いや大丈夫か、アズマ。出ていけ。
ほんま。アスマってアホやんな。カリンが仲間から、どういうこと？アスマだけ追いやられたって感じ？マジかよ。やる気のせいだけど。ありえない迫力だよ。鬼ババみたいな人だな。鬼ババにしても、魔導機か。都合よくその辺に落ちてねえかな。落ちてるわけないよな。魔導機が欲しいのか。うわぁ、びっくりした。謎の男。またあんたが。何俺の前にのこのこ出てきてんだよ、あんたは。魔導機が欲しいのかと聞いている。ああ、そうだよ。そいつがあればトウヤが助かるかもしれねえんだ。トウヤを助ける？まだそんなことを言っているのか。なぜトウヤを倒すことをためらう？正直わかんねえ。みんなが言うようにトウヤを殺す方が正しいんだろうな。けど俺頭悪いからさ、うまく説明できないけど、なんか正しすぎるのがおかしいっていうか、そういうのはみんな不幸になる気がするっていうか。何より俺がトウヤを助けたいんだ。なぜだ？それは世界の正しさをないがしろにしてまで通すべきものなのか、トウヤへの同情か、それとも自分だけ助かったことへの負い目か。そんなんじゃねえけど助けたい。諦めるなんて息をするより簡単だろ。けどクイーンオブアイスの魔導機なんてどこにあるんだよ。クイーンオブアイスの魔導機ならば私が持っている。え？だがこれをお前に渡すべきか、私はまだ迷っている。もしお前のトウヤを救うという意志に変わりがないのなら、この先にある墓守の村へ来るがいい。墓守の村？墓守の村？私はそこで待っている。さらばだ。一枚やがった。そろそろ賢者様も落ち着いたかな。イオリに戻ってみんなと相談してみよう。え？戻っていける？ちょっと怖いんやけど。大丈夫な？アツマ、戻ったのね。今ちょうどクイーンオブアイスの魔導機がどこにあるかっていう話をしていたの。そうそう。で、とりあえず横浜シティ周辺だろうっていう話にはなったんだよ。おそらく学園のような古くからある建物に安置されていたはずなんだが、アツマ、何か心当たりはないか？あのさ、クイーンオブアイスの魔導機なら見つかったぜ。え？どういうこと？さっき例のサングラスの男に会ったんだけど。とにかくその墓守の村ってところに行けばいいわけね。ああ、素直に渡してくれるかはわかんねえけど。賢者様、その墓守の村がどこにあるかはご存知ですか？ご存知も何も、その村はこの賢者の塔のすぐ近くにある。わしの居寄りにある転送装置から行くことができるぞ。そうですか。ならばすぐにでも。その前に、アツマ、お主の心は固まっておるのか？俺の心？トウヤを殺すべきか、トウヤを救うべきか、決めかねているのではないか？俺の気持ちは決まった。でも、それが本当に正しいのか、それがわからないんだ。俺はいつでも周りを不幸にしてきたんだ。もし、間違ってたら。生は心を律する術。ましてや、初など、夢のまた夢だな。お！そのような半端な覚悟で扱えるものではないぞ。わかってるよ。出るけどさ、やれやれ。まさかこのような煮え切らない男に育つとはな。何？知ってる？ともかくお前はもっと自らの右腕について知る必要があるようだな。
一人でぐちぐち考えていないで、一度その右腕と相談してこい。あ、右腕と相談って一体？問答無用。はっ、何が起こった今。ちょっと一体アツマに何したのよ。案ずるな、こやつを深層意識下の世界に飛ばしたまでだ。深層意識下の世界、うわすごい。深層意識下、ちょっとそんなわけわかんないところにアツマを連れてってどうする気を。賢者様、アツマは大丈夫なのですか。やれやれ、揃いも揃って過保護な奴らだ。信じてやれ、可愛い子には旅をさせろと言うではないか。言うね。単に右腕の意識と触れ合う夢を強制的に見せているだけだ。別段害はないのですね。そこにいること自体に害はない。そこにいること自体、え？ただあの世界には害のあるものがはびこっておるからな。どんだけやんの。そんな、アツマは無事に戻ってこれるのですか。知らん。知らん、おいおいそこ投げるな。投げやりになるんだぞ。賢者、そこを知らんって言ったらあかんやろ。ここは、いつも夢の世界か。賢者のやつ、こんなところに連れてきてどうするつもりだ。我が一力に従い、まった、それか。我は永遠の俺を殺すために作り出された。もう、もだ？我は永遠の俺を殺すために作り出された。うそ。しかにしろよ。いや、え？この世界を滅ぼす死災へのいざ。なんかいつもと違う。お主はただ我が導きに従うがよい。それこそが人のためでもある。ただ今の我が教室の方がそなたを知れるがよい。何時のすべきことなすがいい。俺のなすべきこと、わかりにかけよけ。世界が一人の人間の命とし、もうすぐ答えが見えてこよ。世界と一人の人間。あれ、もういないのか。じゃあ俺も元の世界に。どうやって。まいったな、どうやって戻りゃいいんだ。いつもは勝手に夢から覚めてくれるんだけど。どうすんの。なんだあの声。右腕じゃ。あ、いや、何これ、なんか来る。なんか来るぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。何こいつ。しかもこんなところで大丈夫なん。できへんし、メガスタンプビートしかできへんがな、今のところ。いや、これが500。あー、これがいるさやね。いらっしゃい。痛い。あかん、メガフリアブローしかできない。いや、ウェーブか。暴れろ。よっしゃ、どうだ。もうちょい。痛い。あ、ちょ、危ねえ。まあ、これはもうこれで終わりでしょう。まあ、オールでもよかったけどね、やるの。どんだけ上がる？うわ、めっちゃ上がる。うわ、すげえ。倒した。まあ倒したな。っていうか、今の何だったんだ。まあ、一個。いや、よくないろ。どうしたんだしな。お、どうした？なんか、
落ちてる。炉心の結晶、怒ってる神の結晶。バグラン事故は見たこともないマテリアル。まあいっか、儲け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 ってか。何、バグランジ、なんだ、また来たぞ。うん、やはり襲われておった。あれ、賢者出てきた。え、うわ、賢者様。こやつらは力に見入られて異世界に飲まれた者たちの意識だ。へえ、そうなんだ。お前は平気そうだな。頭が単純にできているのも時には役立つか。頭が単純にできてる。言い方。うわ、うん、とはいえこのままでは危ない。戻るぞ、ついてこい。了解。お、賢者に連れられて戻ってきた。はあ、なんとか元の世界に戻ってこれたみたいだな。まったく、世話を焼かせる。あんたが勝手に飛ばしたんだろ、あんたが。奴は無事だったのね、よかった。うん、右腕とは話したか。ああ。けどさ、あいつの言ってることは正直よく分かんなかった。でも聞いている感じだと、どうも世界にとっていいことをしようとしているって感じだった。ひょっとしたら右腕の意志に従わないのはこの世界にとって良くないことなのか。で、お前の結論はどうなんだ。それでも俺はやっぱ、それでもトウヤを助けたい。世界があったってトウヤがいなきゃ、仲間がいなきゃしょうがない気がするんだ。何かを犠牲にせずに得られるのも若さの特典だな。世界を変えるのはいつも若い力ということか。はあ、ん？何かを捨てねば得られぬ年寄りとは違うということだ。そういうことか。集まよ。何？お前は正しい。わしが保証しよう。なぜ泣く？いや、なんか勝手に止まらないんだ。どうしてそんなことまでこんなに安心しちゃったんだろう。そうか。ところでお前、異世界の魔物を倒した後何か手に入れてきたのではないか。え？ああ、これのこと。何かのマテリアルみたいだけど。そうだ、それは神の結晶と呼ばれるものだ。神の結晶、やばいやんそれ。神の結晶、すごい、ゴーレム王時代の伝説のお宝じゃ。そうなん？おお、小僧、知っているのか。いや、私女だって。もう私は女か。この小僧の言う通り、神の結晶とはゴーレム王時代に作り出されたもの。大デビルゴーレム用に魔導の力で生み落とされた人工金属だ。人工金属、すごい、やば。ナツマ、これでお前に武具を作ってやろう。武具？そうだ。そういえば賢者様の専門は魔導鍛冶でしたな。ああ、神の結晶を使った武具など久方ぶりだがな。武具を作るのにはしばらく時間がいる。お前らはしばらく好きにしておれ。じゃあこの時間で、結晶を渡した。これで塔の中を散策しよう。え？塔の中を散策？なんか暗なってない？なんか気のせいかな。なんか暗いねんけど。あれ？あ、そういうことか。トウヤ君について正直私はあんまり知らないけど、私は悪魔の意志を信じてるわ。ありがとう。うん、一人を傷つけて先に進むより一
傷ついてボロボロになっても二人でじゃなくてみんなで先に進みたいから。そうやな。うん。で上なんか誰かある？てかなんか暗すぎへん？てなんか暗すぎへんか？気のせいか？あ、ライがいた。ライがいたよ、ライが。ちょっと話しかけていこう。勇気はどういう人、下におるんかな？そんな気があって、あ、上、あ、ここにあったわ。ライガさんってさ、どうやって賢者様と知り合ったの？武者修行の旅の時に立ち寄り、その時に弟子になったのだ。最初は稽古をつけていただくだけのはずだったのだが、完膚なきまでに叩きのめされてな。納得がいかず、そのまま帰ることができなかったのだ。なるほどね。私は若くして騎士団の団長になった。しかしやはりどこか増長していたのだろう。世界の広さを知らなかったのだ。弟子になってからは地獄のような日々だったが、そのおかげで無知であることは剣にはなるが盾にはならんことを教えられた。だが今回の件で知識として知っただけだと思い知らされたがな。あのさ、前から思ってたんだけど、ライガさんって魔女なんじゃないか。ちょっとライ、アツマ、そんなことはないぞ。ちょっとアツマ、革新的なことついたあかん。賢者の塔って結構金目のものありそうだよね。こら、勇気、お前は本当にそればっかりだな。持っていたあかんで、ほんまに賢者の持ちもらえねえから。いいじゃんか、ほっといてよ。いや、ほっといたらあかんやろ。探索しようって、これで終わったんじゃねこれ。あのさ、これ、あと、墓守り、行く前に、また、賢者のところに立ち寄らなあかんのかな。あとは、また話しかけていくんかな。どうだ？あのさ、賢者様。賢者様？何をしに来た？わしは今、お前の武具を作るので忙しいんだ。いろいろ聞きたいことがあるんだけど。言ってみろ。俺の右腕って、一体何なんだろうと思って。右腕のやつは、デビルゴーレムに対抗するとか言ってたけどさ。その右腕は、古代に作られた。対デビルゴーレム用の兵器だ。兵器？対デビルゴーレム用の兵器？ああ。再構築能力を持ったデビルゴーレムにこうすべく作られた兵器だ。そのために吸収能力があるってこと？そうだ。やつらはただ破壊しただけではほふれぬからな。どうしてそんなものが俺の腕にくっついてんだ？わしの見立てでは、うん、腕との適合具合を見る限り、その右腕は幼い頃に埋め込まれたもののようだな。幼い頃に？誰が？なんでそんなことしたんだよ。そんなことしたって何の得もないじゃんか。さあな、誰がやったかなどわしは知らん。あの子じゃね。ただ一つ言えるのは、いや違うか、それをやったやつは相当のバカだということだ。ちぇ、そのバカを見つけたら絶対ぶん殴ってやるぞ。そうか、頑張れよ。ともかくそろそろお前はもう寝ろ。あ、もう少しここにいちゃダメか。邪魔だ。邪魔やね。なんかここ居心地がいいんだけどな。わしの武具作りは朝までかかるぞ。じゃあ朝まで見ててもいいか。うるさい。うわ、怖い怖い怖い。寝ろと言うておろうが。怖いって、賢者。うわあ。なんだ、大丈夫。分かったよ、出ていきますよーだ。ちょっとその言い方は良くないじゃないかな。まだ眠らぬのか、バカでしよう。しよう、何か隠しておられますな。つまらぬ勘ばかり鋭くなりよって。なりよって。
アツマの右腕のことですね。その通りだ。わしはあの右腕のことをよく知っている。え、お前知ってんの？なんせあの施術を行ったのはわし自身だからな。いや、お前やったんか。そうですか。もう少し驚け。まったく張り合いがない。いや、俺驚いたよ。よもやこのような形で再会を果たすとは思わなんだが、あの子はこの塔の前に捨てられていた子でな。わしが気づいた時にはすでに半身は死病に覆われていた。ええよ、死病に覆われてた。おそらくは親としてわしならば治せるやもしれんと最後の希望だったのだろうが、あれを使ったことがあの子にとって果たして幸せだったのか。デビルゴーレムの細胞ですか。その通り。デビルゴーレムの細胞。手元には数百年経っても今なお生命力を失わぬデビルゴーレムの細胞があった。これならばもしやこの子の命を救えるかもと。だがいっそのことあの時に死なせてやった方が苦しまずに済んだのやもしれぬな。しかし今のあの子は懸命に運命に立ち向かい生きようとしています。たとえ自分が人工的に作られた体なのだとしても、悩み苦しみながらも前に進もうとしている。それを死なせてやった方が良かったなどとは。師匠をそんな責めるような目で見るな。確かに不遜な考えかもしれん。一度は自然の摂理に反しデビルゴーレム、それもブレインオブヘッドの細胞を移植して助けておきながら。ん？ブレインオブヘッド？え、何それ？今度は死なせておけばよかったなどとは傲慢になったものだな、わしも。今、なんと？傲慢になったと。いや、その前でしょうね。違います。ブレインオブヘッドとは聞いたことのない名前ですが。歴史の闇に葬られたからじゃ。歴史の闇？しかし数が合わない。3つのシティに封印されたのはそれぞれ1体ずつのはず。もしかして4つ目のシティがあったのか？それらに含まれていないということは。今となってはどこにおるかも定かではない。だからこそ歴史上はブレイン・オブ・ヘッドの存在は抹消されておる。え？打ち漏らしたやつがおるなどとは言えぬわな。武具が完成したぞ。ほら、受け取れ小僧。サンキュー。お、イリスナックル手に入れた。アツマ専用メテオラッシュ受け取った。もし他にも神の結晶を手に入れたならば持ってくるがいい。神の結晶をもとに他のものにも武具を作ってやろう。さて、用も済んだことだし、そろそろお前らには出て行ってもらおうか。そやね。墓森の村への転送装置を起動しておいてやった。あ、ありがとう。それを使うがいい。何から何まで、ありがとうございます、シオ。その村の門をくぐった先にクイーン・オブ・アイスの城がある。え、そうなん？わかった。さっさと行け。なあ。ケンジャ様、なんだ、その、いろいろ、ありがとな。小僧、死んでも生きて帰ってこい。ん、なんかちょっと矛盾してないかい？ああ、死んでも生きて帰るぜ。どういうこと？どういうことね。まあね、ああ、合流した。じゃあ、今回はね、ここら辺で終わりにしたいと思います。では、次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。
僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。